さあウィーラアプリやっていきます。まあ、今回の動画はゲームじゃなくて、ウィーラアプリのアップデートについてです。お知らせで来てるだけで実際どういう感じになってるのかっていうのが、まあ、明確にまだなってないものなので、まあ、皆さん知ってる情報ありましたらね、どんどんコメントの方で教えてください。それではアップデートの確認の方してきます。それでは更新内容の方見ていきましょう。1、ローカルリグ機能を搭載ということで、これはもうすでにもう来てますね。ローカルマッチを押すとですね、こちらにローカルリーグという風にあります。まあ、近い相手と Bluetooth を使って、まあ、リーグ戦を組めるっていう感じですね。今まで1対1でやったのを例えば4人とかでリーグ戦形式にして遊ぶことができる。続いて2番、イベントオンラインマッチチャレンジが新登場。まだ多分イベントには乗っかってないとは思うんですけども、まあ、今までイベントっていうのは、まあ、曜日のイベントだったり、まあ、あとは期間的なねちょっと大きなイベント TP 貯めて、まあ、報酬ゲットしようっていうイベントがあるんですけども、今までコンピューターとの対戦だったんですよね。最初レベル選ぶときにビギナーからまあ、スーパースターまでレベルあるんですけど、そのレベルに応じて、まあ、TP の方が、まあ、稼げるよっていう感じで、まあ、やってたんですけども、それのオンライン版が、出てくると。まあ、なので今までオンラインマッチ、まあ、レートをただ上げるっていう感じでやってたのが、イベント機能として搭載されました。まあ、これは多分レーティング上げみたいにそのレートも関わってくるし、相手のチームパワーをまあなんか計算されて TP の方もこれから入ってくるようになるんじゃないかなと思います。まあ、でもスカット評価っていう、まあ縛りみたいなもんがありますんで、まあ、制限がかけられた状態でのオンラインみたいな感じで楽しめるのかなと思います。まあイベントなんでもちろんね、あのスピリットの方もチームの方上げていけるのかなと、多分そんな感じだと思います。それでは3番ですね、新アイテムを追加。これに関しては俺全くわからない。今までアイテムっていうのは多分スタミナの回復であったり契約更新のチケットくらいなのかな。さらに追加されるってことに何が、追加されるのかちょっとわかんないな。みんなで考えましょう。まあ、知ってる方もしかしたらいるかもしれないから、なんかで見たけどこれ来るんだよねみたいな感じで書いててくれると楽しみが増えるかなと思います。はい、そして4番目ですね、悪質行為によって不正に試合が終了する状態の改善。まあ、今までもありましたよね。中断されちゃうみたいな。まあ、でもその場合ってまあこっちが勝つんだけど、ただこれ不正に試合が終了するってことは多分無効試合のことだと思うんですよね。何もなかったみたいな感じされるみたいな、そういうことだと思うんだけど、まあこういう悪質行為はやっぱり改善されるのは当たり前なことであって、まあ以前もね動画内で話したんだけど、最近オンラインが無効試合多いみたいな、まあ、コメントであったよみたいな。そんなこといっぱいあるんだったらオンラインやらなくなっちゃうよねっていう、プラスユーザー減っちゃうよねっていう話をしました。やっぱそういうのもあってここは改善しなきゃいけないっていうケースになったのかな。何かしら多分ねペナルティーみたいなのが課せられると思います。例えば無効試合みたいなことを3回ぐらい繰り返しちゃうと、例えば1週間オンラインできなくなるとか、そういう感じじゃないかなという予想です。でも多分 PS4 とかももうずっとオンラインやってるから、なんかこういうペナルティーあったような気がするんだけどな。まあ、こちらの方も知ってる方いましたらコメントで教えてください。それでは最後ですね、5番、ご案内済みの下記不具合についての修正。まあ、これはまあ修正なのであんま気にしなくてもいいかなと思うんですけども、なんかコンピューター戦で試合開始または再開するときにキックオフしないっていうちょっと現象が起こってるらしいですね。俺はこれ遭遇したことないんだけど、まあ、これあったらスタミナ20削られちゃうっていう、エナジーはまあ戻ってこないからっていう感じで書いてます。まあ、あとは試合中のアドバンテージのイエローカードね、まあ、かなりでかいファールだとしてもそのままボール流れることってまあ多々あると思うんですけども、そういう場合に演出はあるんだけど累計数にカウントされないことがある。これ遭遇した人ラッキーだよね普通に。まあ、これが改善されますということですね。あと相手チームのキャプテンと同じ選手が自分のチームにいると、その選手も試合中にキャプテンマークを巻いている状態にある。これはめちゃくちゃありましたね。俺メッシをキャプテンにしたんだけどロナウドもキャプテンになってるみたいな、2人キャプテンいるよみたいな。まあ、でも選手の能力には影響ありませんと。まあ、ただのバグですよねこれは。まあ、かなりでかいアップデートなんじゃないかなと思います。まあ、一番でかいのは何と言ってもまあ新機能、オンラインのイベントですよね、だったり、まあ、オンラインに対しての不正の改善ね、
で、そういうところに力を入れてるのかなと。まあ、今のゲームってもうオンラインあってなんぼじゃないですか。オンラインあるからもうみんなで楽しめるみたいなところがあるので、そこにやっぱ力を入れてるのかなと思います。あとですね、まあ、なお最新バージョンでないと起動しなくなります。アップデートが正常に適用できなかった場合に備えて、アップデート前にエクササポートデータ引き継ぎ設定をお願いします。こういう不具合の修正をされたものをちゃんと携帯に取り込んでじゃないと起動ができませんということになってます。まあそういう感じですよ。ということで、かなりでかいアップデートだったと思うんですけども、知ってる情報ありましたら、皆さんコメントの方で、書いてやってください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。